そんなことはない。ですね、結構やばいですね、みんな間に合ってない。そうです、そうです。あ、見てよ。ご操作指名の、めっちゃおもろいやん、それやめてます。あ、やめてます。はい、わかりました。じゃあすぐ呼んできます。この際に言ってやろうはいいことじゃないですか。行きますか、とりあえず。はい。呼んできてくださった系だよ。言ってた。ほんまに？冗談じゃないやつ。なんかドッキリとかじゃなくて、めっちゃカメラマンさん笑ってるから。そんなことない。こういう場面笑うしかない。YouTube の調子ですよ。そうですね、おかげさまでいい感じじゃないですか。膨らみがすごくある。楽しくやってます、はい、おかげで。あれやっぱ始めました。
それは確かに記憶にございますね。今んとこ細さ悪いっす。今んとこ悪いっす。でもやっぱこう好きなお店に好きな人のため行く方がいいかなと思って、やっぱグルメだから。機嫌直して飲まない、はい、まだ飲むね、はい、飲みすぎるよ、大丈夫ちょっと言ってるよ、ね、飲みすぎやろ、ね、今日は付き合うよ。かけて
大丈夫ですか？大丈夫じゃないですか、とりあえず言った本人もなんかもうどうでもよくなってきたみたいになってるんで。あたまにあるんですよ。いつもは冗談で済ましてくれる時もあるんですけど、たまにこう熱が入った時に怒ってることがあって、今日はだいぶ機嫌も良くなったんで発声できる。話聞いてあげてください。わかりました。はい、行きますよ。はいはい、何度か一旦は分かって、いや分かって、まあまあまあ何度か仲直りしたってこれ大丈夫です。大丈夫素晴らしい